リバン・バジュー・カンペニーは、スペイン・カタルーニャ州、ジローナ県カルデスでマラベエリア出身のプロサッカー選手。ラージョ・バジェカーの所属。アルバニア代表。ポジションはディフェンダー。2004年、12歳で、FC ・バルセロナのカンテラに入団。2011シーズンに、FC ・バルセロナ B に昇格。2013年5月30日、契約満了により、バルセロナを退団。 一ヶ月後、ポルトガルの FC アローカと二年契約を結んだ。9月1日のリオアベ FC 戦で加入後初出場。2015年7月17日、FC メスと二年契約を結んだ。10月16日のクレールモンフィット戦でプロ初ゴールを挙げた。2019年8月12日、UD アルメリアと二年契約を結んだ。 2021年7月14日、ラリーガに昇格したラージョバ・ジェカーの二位席し、3年契約を結んだ。父方のルーツにアルバニアを持つため、2016年10月のインタビューでアルバニア代表入りの可能性について語っていた。2017年8月、アルバニア市民権を取得。これによりアルバニア代表としての出場が可能になった。ほどなくして、 クリスティアン・パヌッチ監督が 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選、リヒテンシュタイン戦とマケドニア戦のメンバーに招集した10月のスペイン戦で初キャップ。ありがとうございます。